い、皆さんこんにちは。キャンプギア自作する方結構いると思うんですけれども、溶接となるとハードルが高いなって思ってませんか？実は溶接をする機械を選ぶことで溶接のハードルは飛躍的に下がるんです。実は俺はまあ溶接の超初心者なんですけれども、今ここにあるこの機械、これに出会う前に2台買っています。ホームセンターの方に勧められたもの、まあ、YouTube を見ていてこれがやりやすいよという形で購入してみて実際使ってみたものと、でもそのいずれも俺には難しかったです、非常に。ところがこれですね、以前も実は紹介したことがあるんですけど、この溶接機神ですね。もうこのド素人の俺にしたら神ですね。慣れてる方からしたらいろんなご意見あると思うんですけれども、この超初心者の目線からいくとめちゃくちゃ使いやすいんです。そしてこれのおかげでたくさんのものを DIY することができるようになりました。で、例えばこれ鉄のこれ山形鋼っていうんですけど、これをただ単に切ってこの溶接でプップッて止めただけで出来上がったものが今見ていただいているこのテーブルなんです。はい、そしてあとこういった丸棒と言われるものですね、これなんかも簡単に五徳を作ったりすることができます。はい、もう本当にね、こうバチって このグリップを握るだけなんですよ。必要なものは全部ここから出てくるんですよね。見えますか？ここにつまみがありますよね。これは、まあ、電圧とかなんかよく、まあ、俺にはよくわかんないですけど、まあ、そういったものの調整なんです。これを、数字が低い方にするとより薄いものの溶接に向いています。ここを上げていけば上げていくほどよりごついもの同士の溶接が可能になってきます。でもそれは、まあ、サイトによるとこれとこれのメモリは同じ数字にしといた方がいいらしいんです。なので俺はそのままそうしてます。ここはもう本当にやって覚えるしかないですね。まあ、一応マニュアルには目安が書いてあります。でそれを目安にするといいと思うんですけど、細かくはやっぱり自分で何度もやってるうちにつかめてくると思います。まずこれを使うとめちゃめちゃ簡単だよっていうことなんですけど、溶接をするためには必要なものがいくつかあります。これ目を保護するためのものです。これは絶対に必要です。そしてこの溶接機で、それから、まあ、あるといいものはこういうブラシですね。であとこのハンマーです。まあ、詳しくは溶接の専門のチャンネルとかあるので、そういったのを見て勉強していただけるといいと思うんですけど、俺はあくまでも溶接って意外とハードルが高くないよっていうことだけをお伝えしたいですね。そして機械もそんなに高額じゃないんですよ。まあ、安いかって言われたら安いわけでもないですけど、まあ、3万ぐらいするんですけど、でもそのぐらいで自分の作りたいものが作れるようになるんですよ。よくないですか？スペースもガレージとか駐車場とかそういった場所があれば全然やれます。で家庭用の電源でいけますので、これ動力とかそういった契約が必要ありません。家庭用の電源でそのままできます。それも手軽な点の一つです。場所さえあれば全然いけます。部屋の中はやめた方がいいと思います。であとこう手袋ですね。手袋必要です。バチ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 きて火傷する可能性があります。あと燃えにくい服装ですね。火花飛んできてやっぱ燃え移るとか穴が開くようなものは避けた方がいいと思います。はい、実際にやってみましょう。簡単なものを作って、はい、そうしましたらここをつけていきましょう。今こう丸めたんですけど、これ丸めたんですけど、ここをつけていきます。はい、ここですね。できるだけ隙間がないようにしておいた方がいいです。はい、コンセントです。でコンセントはできるだけ太い線の方がいいと思います。一応ですね、もうすでにこの必要なものですね、これが一応先っぽから出てくるものですね。これもあらかじめ今セットしてあります。はい、そして電源を入れます。で今回溶接するものは結構細いので、細いというか細すぎもしないですけど、まあ5ぐらいにしときましょうかね。はい、値は一緒の値にします。これで準備は OK です。次にこれはとても重要です。このアースがあるんですけど、これを必ず溶接するものに取り付けます。そしてあとは車高のこのヘルメット、マスクですね、これをつけて作業していきます。
この溶接する面にギリギリ近いところまで持ってきてスパーク出します。トリガーを引く。まずはこう点付けと言ってちょっと天井につけます。今だいぶ弱い感じですよね。はい、弱かったのでもうちょっと強くします。はい、そしたらこんな感じで、まあ、綺麗になります。はい、できました。これです。これを作っておりました。まあ、見ての通り棒を曲げて貼り付けただけです。でも一体これは何だという話なんですけれども、これは実は五徳です。どういったケースで使うかというと、例えばこれ巻きネットのこれ下の部分なんですけど、これ分かりますか？これ全然この五徳が効いてないんですよね、小さすぎて。はい、そういう時にこういったものを乗せてこう使います。はい、これなんかもそうです。こうやって使います。まあ、不格好ですけれどもかなり使い勝手がいいですね。この手の五徳を 2,3 個持ってるんですけど、いまいち使い勝手が良くないんですよね。それで今回、まあ、ついでにこれを作ってみようと思いましてやってみました。デザインはともかくいい出来です。気に入っております。こんな風に溶接ができると気軽に自分のギアを作ることができます。まあ、注意する点はしっかりと目を防御すること、手袋をつけること、そしてパワーの調整ですね。パワーが弱すぎるとついてる感じでもパキーンと取れてしまいます。俺が溶接を語ることはちょっとできないのであれなんですけれども、ただ自分で楽しむ分には全然問題ないと思います。まあ、これで人に迷惑をかけるとかそういったこともありませんし、そして何か命の危険にさらされるようなものを作ってるわけでもありませんし、単にこんな風に自分で楽しんでるというわけなんです。ただ楽しみの幅が大きく広がります。今回紹介した溶接機はあれはもう本当に女性の方でも簡単にできると思います。なんなら DIY 始めたばっかりの方からもう最初からあの溶接っていう選択肢があっても全然いけると思います。そのくらい手軽に簡単にやることができます。ただ怪我だけは気をつけてください。一応概要欄の方にリンクを貼っておきますので、もし興味のある方いらっしゃいましたらチェックしてみてください。ということでした。それではバイ。